典型的なアマのホヌノホヌノとは、平折りで折られた厚手の布である。綿や麻やアマで作られる。古くはズックとも呼ばれた。近代までの物資輸送のための大型船は、穂を張って風を受けて進む帆船が一般的であった。その帆に使うための厚手で丈夫な布として作られたのが始まりである。現在ではカバン、靴、襦袢につける襟リ丸帯、 名古屋体等の帯芯、相撲の回し、油絵用のキャンバス、テントの天幕など、建築材料、各種ホロ、競争場用のゼッケン等に使われる。骨のは、より合わせの回数や折り方の密度によって、1号から11号の厚さに分けられる。1号が最も厚手で、11号が最も薄い。日本では18世紀に、 高額松江門が松江門棒を発明した。それまでの和泉の帆はむしろで作ったものや、刺し棒と呼ばれる綿布を2枚から3枚重ねてつなぎ縫いをしたものが主流で、製造に手間がかかる割には耐久性が著しく低かった。松江門帆以降の平織物による本のを織り棒と呼ぶ。日本国内の本布の約7割は岡山県倉敷市号内で生産されている。 郷内地域は古くから綿花の栽培が盛んで木綿糸をよる技術を伝えている。倉敷ブランドの骨の製品を地元で販売しているほか、京都等の販売店に卸している。石井賢治、江戸海運と別財政日本海事工法強化1988年、海鮮必要より、税は木綿に枚重にし、四個糸にて刺し、三の閉じ合わせ一旦と、小。 万八千往来より、近来は、めん棒用油、より糸にて、これを刺し抜いふは酒やぶれざらし面がためなり、盆めん三の一端として六、七端、大船は二十四端のものこれあり、工学家三世略伝より、当時本邦ほ舟二を古る骨の破面符二十三、お重根かつ、これを、つ綴りしたるものを使用、世詞がその出贅弱に、して特に方の人力と時間、 頭皮にあらざればそのように適せざる暮らしき、ホルのブランドサイトマイナス紙をーる暮らしきホルのオンラインストア。ありがとうございます。